Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this the potion. で最後、薬草としてですね、ここも注意点が、あったりします。でハーブにはですね、薬効が強くですね、副作用があるものがあります。ちょっと、もうちょっと強い言い方で言うと毒性があるものがあります。いうことで、まあ、もう一回言いますけれども、用法用量を守るのと、アレルギー反応が出ないのかどうかっていうのとかをちゃんと調べるのがいいのかなというところですね。で、まあ、欧州ではですね、この伝統生薬の一部がですね、この伝統生薬製剤の欧州指令っていうものが、まあ、ありまして、まあ、それによってですね、まあ、医薬品としてまあ流通しているのがほとんどですよというところですね。まあ、一部そうじゃないのもあると思うんですけども、まあ、医薬品としてまあ欧州では、流通しているということですね。で、じゃあ日本ではどうなのかっていうと、まあ、日本でもですね、2007年頃からですね、その承認申請の簡略化っていうのがあって、まあ、ちょっと厳しいのが緩和されたということですね。なので2011年ぐらいにですね、その足のむくみとかに効果がある、赤ブドウ派、エキスですね、乾燥エキスっていうものが、まあ、その認証されたんですけども、まあ、むくみに効果がありますよというところで、まあ、このポリフェノールの、まあ、一部を利用したものですね、はい、が、まあ、こういったものも日本でも動きがありますよと。まあ、日本においてはその、医薬品医療機器等法っていうものがあって、その中ではですね、まあ、医薬品に分類されているものとされてないものがあって、分類されてないものがまあほとんどなんですけども、されてないものはまあ食用として、まあ一般的にスーパーとかで売ってますよ。ただ食用の中でもセント、ジョーンズワートですかね、っていうものは、うつ病とかに効きますよってことで、まあ、処方される薬として処方されるパターンも、ありますよっていう、そういう例外なものももちろんありますということで、まあ、知識としてそういったものもありますという紹介でした。で次ですね、まあ、その他ですね、まあ、そのハーブの、まあ、抽出、まあ、その他のハーブからですね抽出されたエキスとして、胃腸派エキスだったりとか、エゾオコギっていうものがあります。こういったものは、まあ、言い方がちょっと難しいんですけど、薬物、まあ、薬とかですね、一緒とかこう近いタイミングで取ってしまうと、こう余計な相互作用が働いてしまうっていうですね、ものがあって、これは注意しなきゃいけないですよという部分がありますので、これももちろんその、何ですかね、使うときはやっぱりこう、いろいろ調べてから使った方がいいのかなというところですね。で、最後にですね、まあ、妊娠中とか乳幼児とかですね、に対しての接触障害とか、まあ、その接触に対してですね、妊娠中の接触、乳幼児の接触に関しての、まあ、安全性の確認がされてないものももちろん、こう、ありますと、いうことで、まあ、なかなかこう、ハーブって種類もあるし、いろんな効果がある、ないっていうことが立証される、されないとか、っていうのが、こう、多すぎてですね、調べきれないんですね。なので、これ大丈夫ですよっていうものは使っていただいていいと。ただこれちょっと気をつけてくださいっていうものは、これダメですよっていうマークはあります。ちゃんと。なので、それもちゃんと確認してくださいというところですね。はい。ということで、まあ今回はこういう実用的な話をしてきたんですけれども。はい。ということで、動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければ、いいね、高評価ですね。それとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポー。